早い。ベビートレンディーさん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。サイババさん、分かった、違う、分かった。こんにちは、サイババさん。今日行方不明になってます。今日はいます。はい。行方不明になってませんよ。窓際とか大変です。来ますね。いっぱい。来ます。もうすぐ始まります。はーい。こんにちは。時刻は午後5時を回りました。はい、この時間は 79.7MHz FM ギノワよりサザンブリーズをお届けします。はい、火曜日の担当は FM ギノワスタッフのメグと、はい、陽気無邪気漢字作者のセイントこと岸本やっています。よろしくお願いします。はい、この後6時まで生放送でお送りしていきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もですね、宜野湾市内にありますトロピカルビーチより放送しております。はい、ビーチの皆さん、こんにちは。こんにちは。ですね、トロピカルビーチの真ん中にあります売店から放送しております。はい、来てくださいよ。で、遊びに来てください。ね、この後生放送でお送りしますので、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、はい、先週の、先週ね、はい、先週ね、違う意味で笑っちゃったかもしれない。違う意味で笑っちゃったかも。先週ね、うん、もう先週の話はね、うん、もうね、振ってしまったよ、自分で。振ってしまった。先週、はい、放送の後、はい、セイント君をビーチに埋めときましたね。はい、もうね、ちょっと、ね、真ん中の方で、はい、あそこら辺でね、まあ、もう本当にもうすごいですよ、力も。どんだけ話すの。今日ちゃんと、今日ちゃんと来ましたので、はい、皆さん、これからいますので、よろしくお願いします。よろしくお願いしますね、本当にもう。違う、先週ね、私、はい、もう先週から言ってた通り、はい、コロナ、あ、はい、サンセットフェスに行ってまいりましたよ、皆さん。はい、めっちゃ楽しかった。土日2日間あったんですけど、はい、もう本当に美味しいお酒を飲みながら、うん、いろんなアーティストさんのライブを見てですね、うん、もう最高、もう昼から晩まで、はあ、もうね、夕日を見ながらの、うん、お酒に酔いながらのライブ見るって、もう最
高じゃないですか。あ、いいですね、本当。そう、千葉さんビーチの方でやっておりました。いいなぁ、そういう友達いないからさ、自分は。え、来たよかったのに。いないんですよね、本当。みんなこう、わきあいあいと楽しんでたよ、うん、音楽で一つになるというか。そうね、外人さんもたくさんいて、はい、そう、異国でした、完全に。もうなんか日本かなって思って。なんかさっきね、画像を見たんですけど、本当に飾りも全然もうね、外国みたいな感じで。そう、世界でやってるフェスなんて、ね、うん、本当異国でした。すごかった。で、2日目のね、はい、あの夕日を見ながらのクラムボンが最高すぎて、もうクラムボン泣きました。あ、クラムボンってね、アーティスト、ね、アーティストですか、はい、なるほど、アーティストめっちゃ大好きなんですよ。なるほど。あとね、その前に出てたナルバリッチがもうかっこよすぎて、はい、あの沖縄初だったんですよ、初ライブで。はいはいはい。待ってましたっていう感じで、最前列で見ました。泣きました。泣けました。やっぱ泣きますよね。泣こうと思って。チュラサンビーチもめっちゃいいなっていう。本当ですよ、AKB できんかったのに。本当に AKB 見れんかったのに、 AKB 私結婚しますって言われて、本当にもうどうするかお前って、本当に病院行く回収に行っても泣きましたよ。チュラサンビーチ楽しみました。もういいなと思いますね、やっぱ、うん、日頃の行いかもしれない。そうかもしれないですね。そうかもしれない。そんなね、興奮冷めやらぬ中での今週の放送なんですけれども、はい、はい、先週は、七夕もありました。そうですね。ということで、はい、今日のテーマは、はい、七夕の願い事叶いましたか、もしくは叶いそうですか、はい、っていうテーマにしたいと思います。そうですね、ね、はい、さやくんね、叶ったっていう方なんで、僕はもう、はい、叶ったので、そう、後からちょっと報告したいと思いますので、はい、報告したいと思います。はい、実は私も叶ったんですよ。めっちゃちっちゃな夢だったけど。いや、でもやっぱ大人はね、うん、うん、いいと思うよ、そのちっちゃい、ちっちゃいね、うん、ちっちゃい夢は今、持ってる人分かんないよ、うん、いいと思いますよ。いいと思いますよ。いいと思いますよ、ちっちゃいものでもいいと思う。ということでね、皆さんの願い事、願い事、はい、どんな願い事があったのか、はい、ぜひぜひ。もしね、まだ叶ってない方は、ここにいるセイント君がパラリンするので、そうですよ、あのパラリンするので、はい、はい、呪文をね、唱えて、はい、ぜひぜひ素敵な力を、はい、この声からお伝えします。そうですよ、もうすごいですよ。パワースなんだっけ、スポットみたいな。パワースポットなんで、うん、歩くパワースポットって言われてますから。歩くパワースポットなんで、はい、トロピカルビーチにいます。いますのでね、会いに来てください。はい、来てください。はい、ということで今日もたくさんのメールメッセージお待ちしております。お待ちしております。メールアドレスは797@fmgino1.com、 数字の797@fmgino1.com です。FM ギノワンでは電波の他にもツイキャス、ユーストリーム、そしてサイマル放送でもお楽しみいただけます。パソコンからお聞きの方は FM ギノワンのホームページからリッスンラジオで再生をクリック。スマホからは無料アプリリスラジでぜひお聞きください。はい。さあ、それでは今日の1曲目お届けしましょう。今日1曲目はですね、はい、まだあのフェスの興奮冷めやらぬ状態と、そしてビーチの皆さんの気分、ね、合わせてこの曲、パフィーのバケーション。こんにちは。どうも。ヤンギさん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。そしてユウさんも。そう、ユウさんありがとうございます。ユウさんね、沖縄の人だからね。久しぶりに、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、ガースキさんも。あ、マイクスタンドね、あるんですけどね、スタンドに立てちゃうとちょっと話しにくいんで、手持ちの。ありがとうございます。暑いんです。本当ですね、コロナってあれと思ってた。何？あの宇宙、太陽の。あ、太陽って意味ですか、やっぱ太陽の宇宙のコロナ、うん、あ、合ってる、合ってる、あれと合ってるんだ、やっぱ、うん、合ってる、合ってる。へえ、あ、もう世界って意味で、もう見てるぞって意味ですか、なんかもう私見てるよって見せ替えれっていうことでコロナビールみたいな感じだったんですかね。かな。マイクスタンドね、うん、ここの幅が狭いからなんか。あ、確かにそうですね。しっかりしたやつは、スタジオみたいなでかいの多分乗らないから。あ、
スプリームさん何を見たかった、サカナクションが良かった。サカナクション今年かな、2年前ぐらいにコンベンションに来たけど、はい、今年はツアーにも入ってなかった。あ、そうなんだ。あ、シグナスさん。あ、こんにちは。ありがとうございます。ありがとうございます。今日も眩しいよ。焼ける。本当ですね、眩しい。いや、でも焼けたと思えへん。完全にドレス焼けた。でも全然焼けてないですよ。本当に。うん。よかった。全然焼けてないですよ。画面でめっちゃ真っ白みたいな。超白い画面だ。あ、コインありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これ本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。マスタードさんは違うかもしれない。違うかもしれない。でもなんか自分いっぱい、なんか醤油とか、醤油アカウントにいっぱい来てるんですよ。調味料系。調味料系、本当に。酢とか。マスタードさん、その人かな、もしかして。え、わかんないんですけどね。なんかいっぱい。なんかなんですごいフォロー来てるなと思ったの。フォロワーさんいっぱいいるから。すごかった。沖縄の暑さムシムシです。そうですよ、本当にムシムシしてますので除湿機が必要です。 まだでも他の地域はまだもうまだ炭もなってないし、うん、23度とか25度だよって言ってるから、うん、もちろん今日寝れなかったです、暑くて。そう、本当に難しい。違う、どこ行った。この流れで天気行きましょう。 FM 沖縄よりサザンブリーズをお届けしております。はい、さてこの時間はお天気と道路交通情報をお伝えします。はい、はい、お天気お願いします。はい、今日の12日ですね、はい、天気言いたいと思います。はい、南西の風晴れ、南部では夕方までは雨で雷を、伴い非常に激しく降るみたいですよ。そう、でも今日なんか雷すごかったですよね。朝ら辺朝すごかった。大丈夫かなと思ってましたけど、うん、そして波が1メートルになっております。で降水確率が12時から18時が 30%、はい、で18時から24時が 20% になっております。はい、そして、日中の最高気温がですね34度となっております。そして明日13日、はい、南西の風晴れ、そして波1メートルですね。はい、晴れ完全に晴れ、晴れです。皆さん、そして、12時ですね、0時から6時ですかね、はい、はい、10% で6時から12時も 10% になっております。はい、で12時から18時が 20% ですね。で18時から24時も 10% ですね。雨は降らないと思います。はい、はい、そして、気温がですね、明日、朝の最低気温が27度となっております。日中が32度ですね、最高の。はい、となっております。はい、ということで、南部では12日夕方までは低い土地の放水や浸水や河川の増水に注意してくださいって、沖縄本島地方では12日夜の初め頃まで発達した積乱雲の下での、落雷や突風、急な強い雨に注意してくださいということですね。はい、はい、雷ね、急にあの竜巻が起こったり雷が起こったりそうですね、するので起きやすいですからね。はい、うん、注意ください。はい、で続いて道路交通情報です。まず沖縄自動車道からお伝えします。はい、沖縄自動車道、現在沖縄自動車道上り、沖縄北インターチェンジ付近で路上の落下物、障害物があります。お気をつけください。そして上り西原インターチェンジ付近、故障車が止まっております。はい、道路さんにお気をつけください。その他のところはスムーズに流れているようです。続いて宜野湾市内の道路交通情報です。
現在58号線牧港交差点付近ですね、混雑しております。そして335号線は我如古交差点、図形欄交差点付近で渋滞が発生しております。都県の34号線の王者名から前原に向けて、前原から王者名に向けて長い渋滞が発生しております。ここはね、混むところなので急がずにゆっくりと、はい、そうですね、事故らないようにね、事故は気をつけてくださいね、気をつけてくださいね、本当に、はい、今日もお出かけの際を気をつけて運転をしてください。はい、以上、天気と道路交通情報でした。さて、ではここで1曲お届けしましょう。今日はですね、はい、なんとザ・ローリングストーンズ記念日ということなんです。はい、はい、ローリングストーンズが初めてライブをした日、結成ライブをした日ということなんで、はい、ローリングストーンズのこの曲をお届けします。スタートミアップ。わー、眩しくなりましたね。そう、すごい眩しい。やばい、あのマックを移動させてこようかな。あ、移動してきますか。うん、眩しい。今日はいい天気だから、いい、雨が見えない。その日差しがきついです。もっぱいかな。あ、もうちょっと、オッケーです。FM ギノアの旗でなんとか隠れました。東京も暑いですか。暑い、焼けそう。そうなんだ、暑い。那覇よりも東京よりも暑い。北海道、北海道が暑いの今。そうなんだ。沖縄の夏の暑さって他の県に比べてちょっと 1-2 度低いんだよね、実は。なんかさっぱりしてるんですよ、本当にさっぱりの、なんか、うん、やっぱ湿気がすごいからベタベタする。そう、東京、自分去年行った時は、うん、これ全然大丈夫だと思った。この夏は34度とかでも、はい、東京のカラッとしてるから、はい、東京週末には梅雨明けしとるって。あ、そうなんですね。東京の梅雨も全然だった、去年は降らなかった、あんまり。自分、いやー、でも県外の梅雨はあんまり降らない、なんか、うん、今年のだって九州がちょっと異常なぐらい、異常でしたね。異常だったり、すごかった。静岡県内も34度。わあ、すけさん、暑いですね、それ。暑い。熱中症に気をつけてください。ね。本来カッピカピのはずなのに、今年は、あ、今年初めと、今年はじとじと30度、じとじとっていうの、じとじとする。へぇ、じめじめとか言うかな、じめじめっていうのかな。これは氷点下で夏は30度超える。差が激しい、本当に。それそうなの、北海道そうなんだ。国産宇宙ステーション。
あーそっか、冬用に断熱材埋め込まれてるから家の中暑いんだろう。保温かそういうことか冬だって氷点下だからね断熱材ないと凍え死ぬから。しのくん、ありがとうございます。あ、お茶ありがとうございます。あー、りっちゃんさんもお茶ありがとうございます。はじめましてかな、ここではね。はじめまして、ありがとうございます。来てくださり本当にね、ありがとうございます。今度センツさんにラジオでバトル企画してほしい。バトル企画勝ったら1000円時刻は午後5時19分を回りました。この時間は FM ギノアよりサザンブリーズをお届けしております。お届けしてます。はい、今日のテーマは七夕の願い事を叶えましたか、はい、っていうことなんですが、はい、私ちっちゃい願い事が叶ったんです。そう、それ聞きたいです。ちょっとそう、はい、なんか七夕の日にね、ちょうど、はい、放送があって、はい、ちかさんっていう方と放送しててね、はい、めぐさん願い事なんかありますかみたいな話を、はい、あの七夕ってその織姫と彦星が一年に1回会える日だねって言って、はい、なんかロマンチックの話を聞いた後にそれを聞かれたから、はい、あ、今日旦那そういえば飲みに行くって言ってたな、帰ってこへんわと思って、はい、旦那さんが早く帰ってきますようにっていう願い事これはあれだな、喧嘩ですよこれは、はい、もうこれはもうね、僕みたいなね、もう21年間いない人からしたら、うん、何なんだって怒られる。どうしたどうしたって、もう喧嘩ですよ、もう喧嘩ですよ本当に。うん、もうすごいよ本当に。それで、はい、それでその日、はいはい、実は飲み会なくなったって言って、帰ってきたんですよ。何その愛の力、羨ましいんですけど。え、横でバタバタしてますよ。バタバタしてますよ。え、なんですか、そんなことあるんですか。叶ったーと思って。いいですね本当に。もうちっちゃい願い事だったんですよね。いいなって思いますよ。 まダメだ、またこういう話したら落ち込むから本当にダメ。セイト君の願い事は。あ、自分ね、そうですよ、自分は叶ったんですよ。そういえばで、何が叶ったかと言いますと、うん、あの前回皆様に報告したんですけど、まあ、オーディション、はい、舞台のオーディションがあるという報告をしたんです、はい、で自分七夕の日に受かりますようにっても願ってたんですよ、うんね、そしたら無事に受かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にね、あの9月の方にまた最初ら辺なんですけど、はい、その舞台があるので、また近々ね、また楽しみ、役も決まると思うので、発表していけたらいいなと思っておりますので、そうそう、このオーディションがちょっと変わってて、はい、この役のオーディションを受けたいですっていうオーディションじゃないんですよね。そうなんですよ。そう先にオーディションをして、 その方のキャラクターとかを見てから台本を。そうなんですよ、まだそう台本も決まってなくて。そうね、面白い。全然決まってない。そう、すごいよ。すごいですよね、びっくり。せやくん、何をアピールしましたか。でも僕はもうまずバク転できますかって言われて、バク転できますかって、もう自分確かにまあジャニーズっぽいですよ、はい、自分で言っちゃったジャニーズっぽいですよ、確かにできるんだろうなと思ったけど、すいません AKB しか踊れないっすって。そしたらもう笑われて爆笑爆笑、もう恋するフォーチュンクッキー、本当にもう
AKB なら任せてよ、 AKB なら任せてっていう感じで、で台本も読めるのかっていうね、はい、あの来てますけどコメントでも来てます、はい、読めないので、はい、あの漢字は読めません、そう読めないので、もう最初にして漢字読めないんですけどって、ちょっとみんなに迷惑かけるんで最初はすいませんってちょっとごめんなさいって全部振り柄書かないと、ね、そう全部振り柄書いて、もう意味とかも全部書かないといけない、本当だ、そう、何記憶力は記憶力ものすごく悪くて、やばい、ちょっとセリフ覚えられるかな、すごいですよ、それが本当に記憶力悪くて本当にやばい、もう二重の脳じゃないよこれすごいね、コメントをゆうさん、セイント用にひらがなの台本がしなくて本当ですよ、本当ですよ、もう本当にやばいよ、でもね9月までちょっと時間があるそうあるので、なんかスピードランニングみたいなやつがあればなと思うんですけどなんか日本語版のね日本語版のね、うん、そういうのは覚えられる、あ聞いたら覚えられる、そうじゃあお父さんとかにちょっと台本手伝ってもらって、確かに、あでお父さんちょっとあのよろしくないなんでそうやっぱよろしくないお父さんちょっと、あじゃあ妹に、うん、妹ちょっとよろしくないですか家族にそうなんですよね、ちょっと弱いね、弱いね、私ねもうちょっとよだって自分の過去様って言ってるぐらいだから、えどういうこと、おかしいんですよ、過去様って自分で言ってるんですよ自分のこと、はい、過去様、ちょっとツインとけツインとけそうなんですよ、やばい匂いがする、やばいんですよ、もう本当にもうさすがキラキラランドから来たことはあるなっていう感じではあるんですけども、本当にもうね、本当にね、そうそうそう、でもね願い事が叶って叶ったので、本当にもうね大人になるとね、やっぱりもうねね、うん、ちょっとそういう夢とかっていうか、そうそうそう、なんか近い夢をね、うん、思い描きがち、うん、大人になると確かにそうですね、うん、うん、持った方がいいんじゃないかなってなりますね、持った方がいいですよ皆さん、うん、はい、楽しくなるかもしれない、メイグさんみたいにね楽しくなるかもしれない、うん、会いにね、早く帰ってくるかもしれないし、なに、まだ根に持ってもしかしたら、今日帰らないでほしいなってやって本当に帰らんかもしれないし、旦那さんがね、わかんないで、本当にね、うん、そういう力があるんじゃないですか、言霊ってよく言いますよね、言いますからね、はい、本当に、はい、皆さんの願い事、はい、ぜひ教えてください、教えてくださいね、皆さん、まだ叶ってないとか、うん、ね、叶ったよっていうことも教えていただけたら、うん、嬉しいです、本当に、はい、まだまだメールメッセージ待ってます、はい、はい、ではここで1曲お届けしましょう、はい、もう1曲ローリングストーンズの曲をお届けしたいと思います、この曲も有名かな、It's Only Rock and Roll で、あー、ブラストさん、ありがとうございます、ありがとうございます、モミさんもメグセイント名前だけ呼ばれてます、ビーちゃんさんもね、クラックありがとうございます、ありがとうございます、モミさんの願い事なんだったっけ、なんか先週願い事っていうテーマが多かったから、あ、そうなんですか、うん、なんか言ってたな、センスを先導用のひらがなね、ほんと漢字をラーニングヒコボシと織姫の寿命はあと数十億年、そう、そうなの、人間界の年数月、ね、月日時間などなどを、あ、でも1年に1回って言いますもんね、うん、で、飛行星と織姫の寿命と計算するとね、うん、人間の寿命84歳になるので2人は30秒、あ、1回顔合わせてることになるから寂しくはないんだよね、あー、へえ、そうか、実は寂しくないんだよ、すごい、すごいね、数十億年、30秒でも寂しくないですか、寂しいね、30秒、かっちゃんさん、あ、かっちゃんさん、ありがとうございます、
から東京ビーチから来ておりますよ。昨日夕立すごかった。あ、こっちですか？うん、雷すごいですよね、雷が。今日は大丈夫かな、こんだけ晴れてたら。今、ゆきさんの放送でちょっと降ったりやったり。あ、そうですね、バスケさん詳しいね。すごい。そうなんだ。だから毎日イチャイチャしてるカップルと一緒なのよって。なるほどね。ここニュースサイクルまたまた来たね。また来た。もうこれどうしようもないよね。どうしようもないですよね。風でひらひらするから、サンダル使わないといけない。あー、天の川、私もそんな見たことないです。なんかちゃんとはっきり言って見たことない。いや、沖縄は本当にもう見れますよ。どこで？沖縄で見れる？なんか、那覇でした、自分が見た時。那覇で見れる。はい、那覇のちょっと海辺だったんですけど。あー、海とかこう、光がないとこだったらすごく綺麗で、カルチャーっていうところ。何？だった。わかんないです、その場所。何だったっけな。すごく綺麗だった。でもカップルがいっぱいいて、ちょっとちょっとイラッとした。そう、何なんだっていう。どうした？喧嘩売ってんのか。全員一回一緒に行ってなりましたね、ちょっと。あ、いともよく見えた。いともか見えるんだ。めっちゃ綺麗、本当に沖縄。本当に見たら昨日、あの住宅地でいつも見上げるから見えないんだろうな。東京行ったら星が見えない、本当に。いや、見えない。自分と大阪も見えない。そう、じゃ見るんですよ、自分本当に空とか、星あるかなって全然見えない、東京は。まんすけさん、星の顔のようになってたくさんあったから逆に怖かった、そんなに見えたの。でもすごいですね、そんなにある、あったってことは。そっちの顔渡らない。戻ってきて。あ、延長になってる。はい。ありがとうございます。本当にね、ありがとうございますね。曲が終わりそうなんですが。FM ギノワンよりサザンブリーズをお送りしております。はい、さあ続いてのコーナーは、お、これやってみたかったコーナー。お、はい、セイント君の何を作っているでしょうかというコーナーです。はい、このコーナーはね、このコーナーは言い間違いはご愛嬌、言葉足らずなセイントが一生懸命実況して何を作っているかリスナーの皆さんに当ててもらうコーナーです。はい、果たしてうまく伝えられるのでしょうか。頑張ってね、ちょっと皆様に、はい、もう簡単じゃねえか、喧嘩売ってんのかなっていうぐらいのレベルで教えてあげたいなと思っております。はい、はい、で、さっきそう、なんか単語がちょっとたまによろしくない単語を変換で言っちゃう時もあるので、本当にね、ちょっと気をつけてよ。そう気をつけてこれは伝わってるのかっていうね、それが面白いんですけど。そうですね、確かに。はい、今日ね、ちょっと用意してきたんですよ。お、画面をさっき消して。はい、やっぱりね、本とか読んだ方が皆さんいいですね、やっぱり。なんか語彙力そう、なんかね、小説とか読む人ってめっちゃ頭いいじゃないですか、やっぱり。本当に、自分はもう絵本しか読まなかったから。そうそうそう、明日も友達とかそういうのしか読まなかったから。何それ。なんか狼と狐がなんか友達だよみたいな絵本。絵本です。
初めて聞いた。そういうのばっか見てますさあ、では、怖いですね、ちょっと。ちょいちょい画面上には出てくるんですけど、はい、皆さんにクイズで当ててもらうコーナーなので、はい、はい、その商品名を言わずに、言わずにですね。はい、お願いします。はい、さあ、今から作る工程です。はい、なんかちょっと、あれですね、おーっと、なんか、なんですか、泥？泥ですかね。泥？泥みたいなのが、おじさんがですね、ちょっと見たりやったりして、あ、粉ですかね、これは。粉をちょっとやってます。はい、木くず？あ、木くず？みたいな感じ。あ、木くずに水を加えております、皆様。木くずなのか、これは。木くずに。あ、すごいですね。ローラーが見られております。ローラーがその潰しています。よくこねり合わせておられておりますよ、これ。ローラーで、多分ね、これは何してるところ？多分これ、もっと細かく、もう本当にやっていて、うん、なんかちょっと、潰してるの、これ。潰してて、どれぐらい潰すのかっていうぐらいまで潰してます、これ。あ、で、今おじさんがちょっと、あ、危ないですね、ちょっと。危ないですね、この。今手を突っ込んで。そうそう、赤い やつも。で、なんか、あ、すごいです、数分、水分、ね、うん、独特に緑色になるまでやってますと、色が変わりました。緑色ですよ、皆さん。緑色になって、はい、で、またいつものおじさんがですね、緑色あ、すごいですね、なんかね、粘土みたいな感じになっておりまして、目に非常によろしい色だなと僕は思っております。あ、エメラルドグリーンですね、これ、はい、うん、で、ちょっといっぱい人がいます。で、すごいですね、ローラーでなんか握りヘラで剥がして次の工作に行くみたいですよ、なんか。はい、で、エメラルドグリーンがどこやらということで、あ、またなんか、また水に、また水に濡らすのかということで、もすごいです、人間は本当に勝手だなって思います。で、悪境ということで、悪境するということで、感じが出てるんですね。今度は女の人がですね、はい、はい、ちょっと少々何をしてるのかという感じです。何をしてるんですか、これは。何ですかね、これは。あ、一定の長さにカットをしておられます。で、薄くなってるってことを伝えてください。そうです、薄くなっていて、はい、で、なんかもう、板状になってます。板状になってます。30センチに5ミリですね。あ、幅が30センチ。え、5ミリが何だろう。厚さが5ミリです。はい、で、今ちょっとはい、女の人が多分やると思うんですけども、はい、打ち抜くということで女の人がやっております。で、シード状になった材料を形で打ち抜くということで、はい、あ、はいはいはい、ちょっとね、丸っぽいんですよ。丸っぽくなってきました。はい、丸っぽくなってきました。え、ちょっと、お、それじゃ何だろうな、お、なんか渦巻き状になっておりまして、これはもうメールなのかという感じになっておりますけども、あ、すごいですね。これは皆さんがよく使ってます。っていうか、もうこの時期によくね、うん、使うんじゃないかなっていう感じですね。ヒント、夏です。夏ですよ。はい。あ、で、金型が、はい。金型。あ、金型がね、あります。金型がですね、さっきの緑やつに、ドスンドスンという感じで、おぉ、すごいですね。まるでピザがいっぱいできたのかという感じですけど。ゆうさん、蚊取り線香？お、答えが出ました。おお、正解です。蚊取り線香でした。はい、シュプリームさん正解。すごいありがとうございました。もうちょいちょい工程が一応字幕で出るんですけど、字幕の漢字が読めてないっていうねなんて言ったらいいんだろう。すごいね。すごい。蚊取り線香好きなのかな、ゆうちゃんは。もしかしたらゆうちゃんが、うん、多分緑で分かったよね。分かったんだ。緑でぐるぐるで夏でも分かったんですかね。あと、まあ、陶芸っていう答えもあるんですけど、ちょっと近いかも。陶芸ではなかった、うん、ではなかった。すいませんもうなんちゅう解説やねんってツッコミ入ってます。なんかね、ちょっととりあえずね、人を言ってしまう癖があった。今回はちょっといつものおじさんがさすがや。難しいね、人に伝えるっていう言葉なんか
もう、難しい、ね、あでも伝わりました、よかったです。ゆうちゃんね、あのぜひぜひ香取さん、香取線香って言えばまたあの、はい、ローラル、カローラルって言うんですか、 ああいう香りのまたできてますので、うん、ぜひぜひゆうちゃん買ってみてください。あ本当に、じゃ本当にいいねする香取線香があるんですよ、ローラルって、そうローラルフローラルでこの虫も退治して、あの自分の心もあの癒されるという素敵にとな形になっておりますので、ゆうちゃんぜひぜひ香取線香の方をあの買ってみてください。498円となっておりますので、ね、ぜひぜひあのカニヒレユニオンに売っております。はい、はい、以上セイントの実況のコーナーでした。はい黒ラル、黒ラル、黒ラル、黒ラルって何、そう、フローラル、ズーム言いたかったのはユーさん伝わった、フローかなあ、マフィオちゃん声ありがとうございます、ありがとうございますあ、桜とかもあるんだ、あー、そうなんだ、もう最近いろんな匂いが、最近ちょっと使ってたんですよ、で、フローラルの香りがあってめっちゃいい匂いなんですよ、またこれがカローラルじゃなくてそうなんですよ。お、送信ということ、ありがとうございます。これですかね。それは違いますか。そう、うん、はい。これですね。皆さんの願い事をお待ちしております。お待ちしておりますね、はい、まだ決まってない願い事を教えてください。はい、はい、はい、なるほど、このクイズの使い方やばい、やばいですよねもうね、ちょっと本当ぶっつけ本番だから、そう何が出るかわからない、そうなんですよ、スリルがあってちゃう、レンブさんのヒントで分かったって書いてあなんで自分で分かんないんですか、教えてあげたい夏に使うよとか、これぐらいの薄さだよとか早いんですよね、バン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 出るからはい、FM ギノワよりサザンブリーズをお届けしております。はい、さあ今日のテーマは、はい、七夕のお願い、七夕ですよ、叶いましたか、はい、皆さん叶いましたか、叶ってない方は教えてくださいということなんですが、はい、メールが来てますね、あメール来ておりますね、はい、じゃあ読みます、はい、テーマ、七夕の願い事を叶います、叶えましたか、叶えそうですかということでね、かっちゃんさんから来ております、はい、皆さんありがとうございます、はい、かっちゃんね、木で宝くじドカーンと当てて、うん、沖縄に移住して、うん、好きな人とデートしたいな、うん、メグタンとセント君に叶いそうそうですかって聞かれても、うん、叶いませんは以上だって思って切ない、でメグタン、セント君整いました、はい、タナバタとかけまして、え、パンダの好物と解きます、はい、これはどちらもささが付き物ですって、なるほど、メグタンセント君何点、これはちょっと分かりやすすぎる、ささささ刺さったの葉っぱのささですよね、そうそうそう、あ、ささが付き物です、ささが付き物です、さささささ、え、分かってない、ササパンダ食べる、食べますよね、うん、パのバターでしょ、あ、ん？すいません、3点でーすセグタンのグラサンちょうだいということでしたが、宝くじ当ててください、当ててくださいねあ、食べたいだけ、もう全然意味が分かってないってことですか、どっちも笹が共通点ですねっていうことです、あ、笹が焼きがつくということで、笹が焼き、何それもうよく
わからないですコメントたくさんありがとうございます。ありがとうございます。皆さんも来てくださった。再配達中でめっちゃ遅くなりました。コロナフェスを楽しめましたかということでね、はい、楽しみました。もう興奮しておりますよ。はい、もう興奮冷めやらぬ状態で、冷めらぬ状態ですよ。アクションがめちゃくちゃかっこよかったです。はい、そしてさっきのね実況中継なんですけど、はい、プリモさんからコメントで、舞台は表現力が重要だけど、このクイズの伝える力、伝える力ではやばいと。やばいですね。やばいですね。もう全然伝わらなかったね、来週練習してこないとってことなんですけど、うん、そうですね、皆さんどう思います？練習してもうちょっと分かりやすくしてもらうか、うん、ぶっつけ本番でちょっと意味の分からない日本語やっぱりでも、まあ、タレントさんとかってやっぱりぶっつけ本番のことが多いじゃないですか。 それちょっと僕は慣れたいなと思ってて、そのぶっつけ本番っていうのも、うん、なんかこれやってってなったら逆にできないんですよ、自分。これ喋ってって言われたら、はいはいはい、逆に喋りづらくて。タレントさんその力いるよ。そうなんですか、うん、急に振られたら喋らないといけないから、それが自分まだきつい方なんですよ。じゃ練習しないと。なんか決められた言葉を言われるとちょっと、あ、なんだろう、そう、言葉を使う伝えが下手だから、うんうん、なんか難しいんですよ自分。今からだね。バッて言えばいいんですけど、すぐ、うん、そう、練習しないと。練習しなきゃいけない、本当ね。通りすがりの、はい、トリソム、トリソムさん、はい、AKB とかけまして、お、ホームレスと書きます。はい、その心は、公園で選挙します。うまい、うまい、これ分かったぞ自分。うまい、上手。うん、このね、あの、はい、ちゃんとひらがなで書いてくれたのがありがたいですね、本当に。あの、最近僕のリスナーさん、なんか LINE とかもそうなんですけど、うん、ひらがなまで書くんですよ、みんな。ちゃんと漢字書くけど、カッコ、読み仮名。気を使っていただいてる。書いてくれるんですよ、みんな、自分のために。さすがにさ、読める漢字もあるから、読める漢字ひらがなで書かれると、おんなる時もあるけど。読めない。でも嬉しい。ありがたいですよ、もう気を使って本当にもう、そう、リスナーさんに気を使っていただけるんですよ。やばいですね。やばいよ、やばいよこれ。漢字勉強しいるのかな、他に自分みたいな人。いや、台本本当心配なんだけど。そうですね、ちょっとこれでまたなんかね、主演とか。どうする、どうしよう、主演とかなって。もう主演になったらそれはもう頑張ります、自分本当に、うん、もうそれは頑張らない、頑張らないといけないので。ねえ、皆さん見に来てほしいですね。見に来てほしいです、本当に。もう、うん、どうなったかっていうのね。はい、はい、ぜひぜひね。そしてシュプリームさんがコメント、はい、願い事を書いていただいてます。お、子供が欲しいな、女の子。女の子、うん、子供ね、いいですよね、本当ね、子供。これどうですか、セント君も子供は欲しいですね。あの、うん、聞いてください。あの、LINE で、メグさんに、自分の子供じゃない、自分がちっちゃい時の画像を見せたんですよ。うんうん、で、小中高を見せましたよね、全部。やばくないですか？顔がどんどん変わって。どんどん変わってきました。何？あの、ピーク？中学校？中学校ピークでした、本当に。本当にもう、一重だったんですよ。高校になってから一気に変わって、二重になって、うん、形も変わって一気にガッて変わったよね。そう、なんで？で、なんでって思ったら、うん、これ美容のやつ、ビガンローラー。そう、ビガンローラーめっちゃやってて自分。すごい、高校の時に一気にそれでもやってました。そっから効果出てる。なんかもう中学校ちょっとぽっちゃりだったから、うん、それでも嫌で嫌でしょうがなくて、ずっともうなんかプラチナローラーみたいな1万いくらかするやつ。すごい。そう、自分のおばあが使ってたんですよ、それ毎回、うんうんうん、でそれ見てて、あ、いいなと思いながら、でも使ってたんですよ。それで一気に変わって、そう、あれのおかげだと思う、今思うと。 CM くださいって感じだよね。本当ですよ、もう私は3年使いましたって言ってビフォーアフター、ビフォーアフター、写真は本当にもう違うからね、もうやばいですよ本当に。すごいね、だいぶ劇的に変化しました。そう、
本当に。あの写真は。びっくりしますよ。みんな、もう整形しただろって言われますもん、本当に。そう。ね、ツイッターとかでまた見てみてください。はい、ぜひぜひ。載せていますので。そして、あの、Supremeさんに、はい、おまじない、してあげてください。わかりました。女の子できますようにということで。はい。はい、それでは、私の呪文を一つ、伝授したいと思います。ムン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 、セイントムンムン。ということで、このムンムンって意味はですね、あのちょっと色気を出しなさいということです。はい。シブリムさん、色気を出して。そう、色気を出すと、やっぱりちょっと、あれあれあれで、ちょっと、子供はいるんですよね。まだ一人もいないんですか？お子さんいらっしゃいます。いますよね。あのちょっと、じゃあちょっと子供預けとくかっつって、おっつって、ね、そっからできると思いますので、はい、使ってみてください。使ってみてくださいね。今日ムンムンなんだ、ムンムンだから、ちょっと今日やべぞっつって言えば、あ、奥さんもあじゃあムンムンなのねっつって気づいてくれるかな。気づいてくれると思うので、はい。ぜひあのご報告お待ちしております。お待ちしておりますよ、本当にもう。ということで、はい、はい、セイントパラリンのコーナー。セイントパラリン。さてさて、もう時間がだいぶなくなってきてるんですけど、はい、お知らせをちょっとね、させていただきたいと思います。はい、今、放送しております、はい、トロピカルビーチ。からのお知らせがあります、はい、去年もやってたんですけどね、トロピカルビーチジュニアプログラム2017がまた開催されております、はい、ライフガードと一緒に楽しく遊びながら海の安全や身を守る知識を学べる1時間半程度のプログラムです。いろんなね、あのライフガードさんと一緒に海とか水、それから、逆に海の危険性とかね、うん、守るための知識などを学ぶことができます、はいはいはい、参加できるのが幼児から高校生まで、親御さんの同伴が可能で、しかも参加料は無料になっております。お、7月の開催が次回が29日土曜日、午前の部が10時から、はい、午後からの部が14時からとなっております。ぜひご参加ください、はい、お問い合わせ先が098-897-2759、 098-897-2759になっております、また日程は、天候により予定なく予告なく変更する場合がございますのでご了承くださいませ。はい、はい、トロピカルビーチのジュニアプログラムのご案内でした。はい、はい、続いて FM ミノアよりスペシャルイベントのお知らせです。毎週金曜日朝10時から放送中のビューティーの今日はいい日明日はもっといい日の番組、放送100回を記念しました。おー、すごーい。今回生放送スペシャルイベントが開催決定しました。わー、はい、生放送100回か。そのトークも楽しめることはもちろん、ビューティーさんアーティストなので生ライブも行われます。日時が8月26日土曜日19時からスタートです。放送が2時間スペシャルになってます。いいですね、はい、場所がガレージバー JJ、 料金が2500円、ワンドリンク込みとなっております。子供の料金はなしです、いません。このチケットを FM ギノアにて販売開始しております。 FM ギノアに直接買いに来ていただくか、県外の方はお電話に行ってチケットの取り置きが可能になっております。電話番号が098-943-0094です。ぜひお問い合わせください。はい、100回って100回すごいですね。100回記念放送、自分たちも100回記念なんかしたいですね。なんかしたいですね。なんか100回、あ、今日忘れてる、ホワイトモード書こう。あー、本当だ。100回記念に、セイントのスタンプを、はい、あ、そうですね、ぜひ僕のスタンプ作って、セイント作のホワイトモードスタンプ、いいかもしれない。でもあれなんか運営に送らないといけないらしくて、そうだよ、審査が必要で、審査通るかもしれない。でもあれはでもなんか、あ、キモかわいいみたいなキャラクターだから、自分が作るのはちょっとキモかわいいキモが多かったそうね、ちょっと自分のそういうの欲しいかも。セイントスタンプ100回記念出しましょう、ね、それかも自分がもう AKB を踊りまくるとか
そう、セイントの需要ある。あるよ。あるかな。うん、あるよ、これ。みんなでもう法律にクッキーして踊ろう、これも。本当だ、うん。ビーチでやる。ビーチでやろう、これは。ビーチで公開生放送。うん、いいですね。ライブ配信。あ、いいかもしれない。いいかもしれない。まずはリューティーさんチェックしてください。はい。はい、お願いします。お前これどうかな。昨日もね、あの、はい、ゲストさんにお越しいただいてたんですけども、はい、イトマンでマチコン、はい、イベント、マチコン、オリヘメ50対ヒコブシの、はい、マチコンイベント7月22日土曜日に開催されます、はい、フリーフード、フリードリンクになっております、はい、会場がパームヒルズゴルフ場のクラブ、参加費男性が5000円、はい、女性が3000円のマチコンイベントです、はい、パーティーみたいな感じ。マチコンね。うん。ぜひ、織姫を、彦星を、はい、探しに、ぜひいらしてください。ということで。なるほど。いいチャンスかもしれないところが。問い合わせ先は、098-992-7630になっております。はい。興味のある方、ぜひお願いください。ぜひぜひね。はい。セリとか行かないといけないかもしれない。これ行かないといけないかもしれない。じゃあ、22日。うん、探しに。毎回思うんですけど、うん、男高いですよね。なんでかな、うん、だってさ、ドリンクとさ、フードもついてるしさ、うん、食べて飲むでしょ、男性の方が。飲む。そっか、うん。そこは、よろしくっていう感じ。よろしくって感じで、そうですね。お願いします。はい。はい。エネルギーマンからのお知らせでした。はい。さてさて、もうそろそろ時間がなくなってきてるんですね。カント君からのお知らせはありますか？そうですね、僕も、まあ、先ほどまた言ったんですけども、うん、まあ、舞台の方が本当に、まあ、受かって、うん、頑張らないとなっていうことで、頑張らないと。周りの人たち もう合わせてくれてるので、僕に、うん、こうなって休んでいいよとかさ、こういう稽古日とか、ね、本当その人たちのためにも頑張らないといけないし、うんうん、ちょっと漢字とかもすらすら読めるようにしないとなって思っております。本当ですね。はい、本当に応援の方よろしくお願いします、皆さんね、本当に。はい、はい、よろしくお願いします。はい、しばやくさんの願い事もう一つ来たか。波の上にできたコージービーチクラブにメグと行きたいな。お叶うように願い事、はい、おまじないしてください。さあ、セイントパラリンピックということで、はい、相手はメグとセイントでした。バイバイ、お願いしましょう。いけるかな。お疲れ様です。ありがとうございます。でも行きたい、クラブ。波の上に できたんだ。へー、そうですね。スプリムさんもね、音楽好きですよね。ぜひぜひまたちょっと沖縄に遊びに来てください。はい、ありがとうございます。皆さん、今日は本当にありがとうございました。もうかっちゃんみたいに宝くじ当てないと、当てないといけないですね。ありがとうございました。ありがとうございます。